はい、どうも、こんにちは。今回、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、クレイグっていうね、クレイグっていう輩をさ、捕らえようと、こういうやつなんだけど、こいつを捕らえようと、こいつの本拠地に行って、アーサー、ローリー、シャーロットで、束になってかかって、結果的にアーサーはね、刺されてしまって、死にかけてんだけど、なんとかクレイグは捕獲したと。で、その刺されたアーサーのこれからを描いていくのかなと思うわ。じゃあ、行こうか。僕は死んだのか。まさか。その心臓が誰のものだと思ってやがる。安心しろ。お前は死なねえよ。お前はな。そっか、お前の心臓なのか。どういう意味だ。そんなことある？そんなうまいことある気にか？すんな。さて、約束を果たしてくれたみたいだな。感謝するぜ。ジャック。クレイグはどうなったんだ。問題ないさ。ジャック・ザ・リッパーの亡霊野郎は退場だ。もう俺や奴みたいな古臭い輩は必要ない。アーサー・ヒューイット、これからはお前たちの時代だ。そんなうまい話あるか？また心臓移植で助かるの？ アーサー、また心臓移植で助かるのか、お前。どういうことだ。アーサー、お前なら、お前のような奴がいるなら、少しは世の中が良くなるかもしれんな。ジャック。おい、ジャック。お前が死ぬのかよ。楽しい余生としゃれ込みたかったが、どうやらそうそう楽しませちゃくれないらしい。だが、いつでも見てるぜ。俺はいつでもお前の中にいる。何これ、ジャックが死ぬの？ わけわかんないんだけど。一応アーサーの根源となってる心臓でしょ、一応。そんなうまい話あるか？俺様を失望させてくれるなよ、相棒。ジャック。ジャック！ジャック！はぁ。歯が多すぎる、この字幕。ジャック。お前の代わりに行くのか？また新しい心臓をもらったの？アーサー、また新しい心臓？病室でアーサーは目を覚ました。おぼろげない視界で周囲を眺めると、シャーロットが椅子に腰掛け、壁に背を預けたまま眠りこけていた。シャーロット。覚ましましたか？で、覚ましたよ。奴は、クレイグは。元気だな、アーサー。開口一番、そんな元気出るか、そんな声出るか、お落ち着いてください。傷口が開きま前。す。そうだよ、そうだよ。クレイグ・ワジェトは我々が拘束しました。もう4日も前のことです。出た、寝たんだな、お前。そんなに寝ていたのか。アーサーは改めて自らの体を確認する。胸部には、ふ、ゆ、なんだっけこれ。遺言かな、された。新しい傷跡が一つ、クレイグの戦いでつけられたもんだ。 また移植、お前。今回もだいぶ無茶をしましたね。ですが、あなたは幸運の持ち主です。こうして生きているんですから。でもあれか、でもさっきの話的にさ、これ以降ジャックは出てこないのかな。出てこないとか言うけど、多分あれだと思うよ。多分ありがちなさ、ジャック、お前は見てるかな？いつでも見てるぜ、相棒。ジャック？もう僕にはジャックが見えなかった、みたいな。病院終わにり方じゃ運ないび込まの？れた時、終わり方でしょ。あなたは仮死状態に陥っていました。心臓の鼓動も止まっていたんですよ。また来た。いや、気がついたようだね、アーサー君。2度目ですか、先生。先生。病院ではすぐに手術が行われました。先生に執刀をいただいたんですおよ。前、スペシャリストかよ。すごいな。心臓は貫かれていたが、幸いなことに傷口は綺麗だった。どういうこと？だから止血も縫合もすぐ縫合に行か。えそったし、か、縫合だな。術後の可能も少なかったよ。
え、心臓は貫かれていたが傷口は綺麗だったってどういうこと？え、心臓って貫かれたら終わるんじゃないの？心臓よく無事でしたね。私の腕は確かだ。それは君が身をもって知っているだろう。まあ2度目だもんな。血流が止まると他の重要な臓器が死んでしまうから。もうきつくなってきた。ちょっとなんかもうそういう話やめてほしいわ。なんか出血を最小限に抑えられた。聞いててなんか胸のあたりが苦しくなってくるもん。もし心臓が動いたままだったら君は失血死していただろう。なるほど、そういうパターンもあるんだ。そういうラッキーもあるんだな。アーサーは己の心臓に手を当てる。そこには今は確かに脈を打つ心臓があった。彼に移植されたジャック・ザ・リッパーの心臓。あ、じゃあそれでクレイグは。あなたが組みついた後、うん、私たちはクレイグを拘束しました。相当に暴れたのでみんなで何とか抑え込んだのですが、麻酔とかなかったの？突然胸を押さえて苦しみ出して、え、その後死亡しました。え、死刑に連行した時にはすでに。あ、やっぱジャックがあの瞬間同時に死んだんだ。ジャックの体とジャックの心が、心臓が。クレイグが心臓っていうか、まあジャックのあれがね、検視の結果心臓の発作が原因だそうです。まあ心臓は70歳だからな。みんな事態に困惑しています。死体が相手では罪に問うことができませんし逮捕もできません。これは私の推測だがね、クレイグは体こそあのジャック・ザ・リッパーのものだが、心臓は老人であるクレイグのものだった。まあ、ずーっと言ってるけど、俺もずっと言ってるよそれ。手術記録を見せられて驚いたよ、うん、体格も小柄で高齢な老人の心臓を無理やり移植したんだ。適性も何もあったものではない。まあまあそうだろうよ。それしか考えられないもん、急に発作を起こす理由が。心臓は体中に血液を送り出す役割がある。血管に流れる血液の量は多すぎても少なすぎてもいけない。心臓移植の時には体格なんかも考慮に入るのだがね。老人の心臓では十分な量の血液を送り出せなかった。そのためもっともっと力を込めて送り出す必要があった。激しく動けば動くほど必要な圧力は高くなり、負担がかかったのか。結果長時間の戦いに耐えられず心臓が限界を迎えてしまったんだろう。なんかやるせないな、なんか終わり方が。そうですか。なんかね、あっさりすぎてやったぜって感じじゃないよな。アーサーは突然クレイグが胸を押さえて苦しみ出す光景を思い出していた。おそらくはウォルターの推測通り長く激闘を繰り広げたことで心臓に負担がかかったのだろう。クレイグを逮捕できなかったのは残念だけど、グリーンメイスはこれで壊滅か。そうだな、まあトップがいなくなったからな。ええ、表向きの指導者も逮捕しましたし、幹部からの証言も次々に上がっており、さすがに奴らの内通者もかばいきれなくなったようです。黒幕であるクレイグが死に、表の指導者だった男も既に拘束してある。クリーンメイスの壊滅はもはや決定的となっていた。クレイグの屋敷にも捜査の手が入り、屋敷から押収された記録によって多くの犯罪の立証ができました。よかったじゃん。シャーロットの語るところによれば、クレイグが死亡したことで死刑にかけられていた圧力は嘘のようになくなったそうだ。グリーンメイスの内実がさらされ多数の証拠が上がっている中で捜査に異論を唱えれば、かばい立てをする内通者として疑われると捉えたのだろう。しかし捜査に対して口をつぐんだところで内通の事実がなくなるわけではなく、追及の手が及ばないわけではなかった。死刑の内部上層部の人物が犯罪や証拠の隠蔽に関与した情報が発見され、多数の警官や幹部が逮捕された。今やロンドン死刑やスコットランドヤードは上を下への大騒ぎだという。大王ホブスとともに、警察機構の内部へ入り込んだ魔の手を一掃する機会となったのだ。追及の手は警察機構だけではなく、一般市民や企業の重役、さらには権力者へも伸ばされている。英国のあらゆる組織に潜り込み根を張っていたグリーンメイスの関わる事件は数多く、今の騒動と混乱はしばらくの間続くと予想されている。気色満面で話すシャーロットの言葉をアーサーは上の空で聞いていた。
驚異、長いな読むのが。驚異的な力でケイラ隊を翻弄し多数の死傷者を出したクレイグ。彼が死亡したという事実を聞かれても、その現場を直に見ていなかったアーサーにはどこか現実味のない話だった。それにしても結果として自分を捕まえるどころか昇天させる結果になったぞ。ほらね、ジャックいないんだよもうアーサー。笑い話にはなるが、お前としてはどうなんだジャック。いないんだよなジャック、うん、っていう、ほらもう言ったじゃんほらもう。でもあれだよ、多分最後の方でジャックがちょっと出てくんじゃないの。なんかよくやったな相棒っつって、ジャックっていういないはずのジャックに語りかける瞬間があるんじゃないでしょうか。アーサーの問いかけに返答はなかった。彼は思わず周囲を見渡し、いつも隣にいた男の姿を探す。ジャック、うん、どうかしましたか。ジャックがいない。言っちゃったじゃん。アーサー、どういうことですか。先生に言えばいいじゃん。ああ君、少し外してくれないか。ああ、やっぱ察したね先生は。たくさんのことを伝えられ、アーサー君も混乱しているんだろう。先生説明して、亡くなった理由。ええ、とりあえず目が覚めてよかったです。よかったです。ゆっくり時間をかけて休んでください。はい、またお見舞いに参りますので。いらっしゃい。シャロットはきつかわしげな様子を見せながらも病室を後にしていった。彼女には礼を言っておきたまえ。忙しい身だろうに、非番明けなどに見舞いに来ては目を覚まさない君を心配していたんだよ。ありがとうございます。そうします、ありがとうございます。それで先生、見えなくなりました幻覚が。ジャック・ザ・リッパーの幻覚が見えなくなってるんです。今までこんなことはなかったのに、どうして。まあ心臓の一部が多分ね。それはいいことではないかな。出た、あれだ。君は最初は嫌いだった、あいつがいなくなると寂しいパターンだ。それはそうですが、なぜ今になって。食らっただろお前心臓に食らっただろう。だが問いかけるべき相手は姿を現さない。アーサーはいつもの癖でしばらく返答を待っていたが、聞き慣れた男の声が返ってくることはなかった。アーサー君、君は今回の事件で生命の危機に陥ったんだ。そしてまた生還した。死の恐怖を乗り越えたのか。ああ変な言い方だが、慣れたことで防衛反応が薄れたのか。今後も分析を行う必要があるだろう。絶対あるよ、俺予想した通り絶対あるよ。ジャックが一瞬見えるじゃないけど、絶対そのシーンあるよ、絶対ある。いえ先生、ジャックは幻覚などではなく確かに。でも俺と同じレベルの考えだったらあるよない可能性も全然あるけど、俺と同じレベルの考え方だったら絶対あるよ。まあ、ありがちなやつ。そこまでつぶやくように口にして、アーサーは言葉を止めた。口ではいくら説明しようとしても証明が不可能だ。まさに亡霊、夢や幻のような存在だけど、確かにジャックはいた僕の頭の中に。確かに事務所に戻ってからかな、多分。幻覚などではなく確かに存在したジャック・ザ・リッパーを名乗る男の意識は確かに自分の中にあった。いや、わかんないな、でも悲しく終わるかもしんないな、このまま。わかんないぞ。アーサーは胸に手を当て、しばらく考え込んだ後に顔を上げた。幻覚については考えを整理してみます。はい。それよりウォルター先生、それよりこれだけははっきりさせておきたいんです。先生と僕の今後についてです。え、うん、この間の話の続きかね。あ、マッドサイエンティスト、サイエンティストじゃないけどドクターか。ウォルターは心臓移植手術の研究のためアーサーを実験台扱いし観察していたと言い放った。すべてはソフィの心臓移植のため。早期化された彼は憤ったが、クレイグの件もあったため関係を曖昧なまま結論を先延ばしにしていた。ソフィの移植手術の研究のため、うん、理解はできる。だが僕は選択か。ウォルターとの今後の関係について結論を出すべき時だった。は？
ウォルターと決別する。ウォルターに協力を申し入れる。でもこれは、なんかどっちでもあり得るんだよな。これさ、一番最初俺がゲームオーバーになった時ってさ、あれなんだよ。なんか、いや病院で安静にしてこうぜ、つって安静選んだら、なんか、はお前、お前このゲームで安静なんかバカじゃねえのみたいな終わり方したのよ、エンディングで。エンディングっていうか、まあなんか、ゲームオーバームービーで。でさ、だからさ、今回もこの協力申し出たらさ、なんか、この、なんていうの、騎士街にさ、ちょ、言葉悪いけどさ、この頭おかしいやつにさ、なんかめちゃくちゃ利用されるみたいなさ、生活になるんじゃないかなっていう。かといって決裂したら下で、なんかその、なんていうの、治療が曖昧なまま、なんか、感知しないまま、終わっちゃうんじゃないかなとも思うんだよ。ただ俺やっぱゲームオーバーになった理由が、前回、入院したのを選んだからゲームオーバーになったから、ちょっと決別選ぶわ今回は。申し訳ありませんが、どんな理由であれ、これ以上あなたの研究に協力することはできません。感知しなそうだけどな。今まであなたが僕に接していた態度、かけた言葉、まあやり直せるんでね。僕を実験で扱いしていたと思うと、どんな思惑があるにせよ、不信感が拭いきれません。まあやり直せるんで、まあまあ。そうか、残念だよ、とてもね。なんか埋められてない、大丈夫？ウォルター、あなたという人は、まあ、お前危ねえって、お前まだ回復してねえだろ。アーサー、ウォルターの襟首をつかみ締め上げる。動きを鈍い体に鞭を打ち、拳を固めて振り上げる。そしてゆっくりと拳を解き、腕を離した。ええ、僕も残念です。え、あ、その後主治医ということもあり、アーサー・ウォルターへの診療所に移された。意味わからんくないか。何がその後なん。決別したんじゃないの。アーサーは当初こそ警戒していたが、診療所でのウォルターとの会話は極めて事務的で、過度な干渉はなかった。しばしの時が流れて、回復したアーサーの退院の時が訪れた。アーサー、今まで入院生活お疲れ様。ありがとう。これで退院ね。ありがとう。ソフィーの挨拶にはいつものような快活さが全くなかった。うつむきがちになる顔を上げ、無理やりに笑顔を作っている。あ、じゃあ元気もないんだ、ソフィーも。ソフィー、僕の方こそ今までありがとう。結構弱ってんだな、ソフィーも。じゃあそのごめんなさい。何、お前知ってたの？どうして君が謝るんだい。お父さんから聞いたの。私のせいでアーサーがひどい目に遭ってたんだよね。まあまあ間接的にはね、間接的には私のせいだけど、別にまあ直接ではないよ。そうじゃないよ。うん、君のせいじゃない、それだけははっきり伝えておくよ。この空間重、気まず。うん、心臓移植成功するといいね。それじゃ、こんなちっちゃい子にさ、まあ、何歳設定か分かんないけど、こんなちっちゃい子になんか心臓移植成功するといいねとか言えないわ。絶対怖くなるじゃん。今までいろいろとお世話になりました。ああ。でも風とかも見てくれてたのにな。風見てたっけ。二人に見送られ、アーサーは診療所を後にした。もうあまたの病気をここで解決したのにな。いつも重苦しい空気を笑い飛ばしていた陽気な男は今はもういない。それも突っ込むか、よりによって。ジャックいないもんな。いや、ここで出てくると思う。俺はここで出てくると思う、ジャックが。その後アーサーは探偵事務所に戻り、これまで通り仕事に励むようになった。ロンドンの市民やローリーから、時折シャーロットからも出される依頼を着々と片付けていく。しばらくは凶悪な連続殺人やロンドンを巻き込んだ陰謀にさらされることもなく、平和の時が過ぎていった。しかし、あ、アーサー、見てもらった方がよかった、先生に。ここ最近アーサーは体の調子が良くなかった。手足のしびれや貧血、喉の炎症といった症状が現れていた。手足のしびれはまずいんだって。大体過労や風邪かと思い休息を取っていたが、一向に改善する様子がない。そしてついに、ある日突然アーサーは自らの胸に痛みを感じた。それは心臓付近から発せられている殺すような鋭い痛みだった。まあそうなると思ったよ、だって先生と決別するんだから。なんだ、まさか
前の怪我の後遺症か。こっち選んでゲームオーバーなることある？これどっちもゲームオーバーなるでしょう。まずいな。早く病院に。これでゲームオーバーだったらあっち選ばないといけないの。またなんだ、めんどくせえな。何が起きてるんだ、誰か。この選択でゲームオーバー意味わからんくない？ねえ、違う。あ、倒れた朝の意識が戻ることは二度となかった。もうめんどくせえな。おい、お世話なればいいんか。じゃあ、おい、デッドエンドなんだけど。もうなるとも思ったけどさ、絶対もう一個の先生に利用されるって。絶対利用されるよ、はっきり言うけど。そんなハッピーな感じになるわけなくない？ねえ、絶対なんないでしょう。先生、僕の体をソフィーのために使ってあげてください。BGM？ え、こっち正解？この BGM って大体正解の時流れるんだけど。アーサー君、いいのかね？あれ？先生が僕を実験台扱いしていたことには腹が立ちました。まあ、そうなると思ったけどさ、あっちの方は気持ちの整理がついていない部分もあります。先生のお世話ならないんだからさ、まあそりゃそういうなんていうの、突然のね痛みとかになるとは思ったけどさ、こっちはこっちでなんかめちゃくちゃ利用されると思ったんだけど。ですが、ハッピーエンド？心臓移植の研究を進めることで、はあ、ソフィーを救えるのであれば。音楽がもうそれは人のためになるいいことだと思います。音楽が正解だもん。助かる、ありがとう。この音楽でゲームオーバーになることなくない？だって僕はあなたに過去、それに今回も命を救われました。うん、確かに。代わりにソフィーの命を救うために協力します。それでいいでしょう。まあまあまあ、ウォルターの行為は法的にはともかく論理的には、倫理的には問題のある行為である。怒りや不信感を理由に彼を遠ざけることは可能であろう。しかしそもそもウォルターが何のためにアーサーを実験で扱いするような行為に手を染めたのか。全ては心臓に病を持つソフィーを救うためである。愛する者を救うため、どんな手段を使ってでも成し遂げる。そんな強い意志と決意によるものであった。愛する者を救いたい。おそらく家庭や手段は違っただろうが、同じ立場であればアーサーも似たような思いを抱いたはずだ。ウォルターの気持ちを理解できたアーサーは、確執を捨てソフィーを救うために協力することを申し出た。ああ、なんだっていい。ありがとう、アーサー君。まあまあそうだね。確か人を救うって意味では、まあ確かに今までやってきたアーサーと会う面はあるからな。警官の息子としてでも探偵としてでもない。ただ一重にアーサーの前世が人を救うための行動を起こしたのだった。しかし、ちげえ。え、クリアじゃん。あ、クリアじゃん。え、その割り方ある？え、ちょっと外したんだけど。え、あると思ったんよ俺。お前は元気でやるな、相棒。ジャック、どこだよジャックっていうシーンあると思ったのにな。この後にあんのかな。絶対あると思ったんだけどな、外しちゃった。恥ずかしい。まあてなわけで、まあ一応終わったってことで、まあ毎回恒例、まあこのゲームの感想、やってきたゲームの感想、まあもろもろ言ってくるようにしてるから、まあ言うけど、まあここまでやってきて、というかまあ後半の動画からちょっと見てる側からしても、もうやってる側か、やってる側の俺からしても、あの明らかに飽きているなっていうのはもしかしたらね、分かったかもしんないけどさ、あのね、正直言うよ、ゲームとしてははっきり言うけど、60点はいというわけで、はい。だからあの、今までやってきたゲームは何かしら、いやここが良かったんだよな、ここがなっていう風な、まあいい感じのことも言ってたんだけど、まあ、今回の殺人探偵ジャック・ザ・リッパーに関しては、まあ、正直な話特にないです。
え、何この音楽知らないよ。まあ正直、はい、正直別に良かったなって思う点はないです。まあまあそういう体で今回やってるんで、まあ青汁をまずいという CM があったように、面白くないゲームを面白くないというね動画もあっていいのかなと。でもさ、もちろん途中でやめることもできたよ、正直ね。パート15くらいでもうやめようかなっていうか、やめようかなっていうか、もう思んないなって思った時期もあったけど、まあそれはちょっとどうなのかなと思って、まあなんとかやってきたよ。そうだな。そのな、前回やってたのがデトロイトっていうゲームなんだけど、まあ、デトロイトはすっごいおもろかったの。ただ相手が悪いわ。まあ印象的だったの。まあてか、そもそもなんていうの、こういうカットインのゲームっていうか、そういうな、紙芝居じゃないけどさ、まあそういう系のゲームはさ、あんまやっぱ 3D グラフィックに比べて面白いと思いづらいっていうのは、まあ実際事実だから仕方ないっちゃ仕方ない。ただ殺人探偵ジャック・ザ・リッパー、なんだろうな、まあ無理やり出そうと思えば出せるけど、正直ないですかね。すいません、ちょっと今回は控えさせていただきます。ソフィー、退院おめでとう。あ、移植できたんだ。アーサー、うん、ありがとう。って言っても入院してたのは私の家なんだけど、うん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 、よかったじゃん。およく適合すると判断された臓器提供者が見つかり、オルタはソフィエの心臓移植手術を成功させた。経過は良好であり、拒絶反応も幻覚の兆候もなく、全ては滞りなく進行した。ついに今日ソフィーは退院の日を迎えたのだった。アーサーも私の手術に協力してくれたんだよね。あ、そっか、経過的なね、経過観察的なね。一生俺がまさかアーサーがあのミスを取ったのかと思ったけど。協力したって言ってもウォルター先生の研究に協力しただけだよ。うん、手術を成功させたのは先生の力だ。確かに。それでもありがとう。アーサーは私の命の恩人だよ。先生のリアクションが悪いわ。まあ、あんな先生の顔見せられたらさ、絶対なんかやべえことになると思っちゃうじゃん。どういたしまして。うん、それと臓器提供者にも感謝をしてあげてほしい。そっか、ジャックだったもんな、それが。君のためにどこかの誰かが大事な心臓をくれたんだ。ジャックと過ごしてきた日々があるからこそ、やっぱこういう感謝が身に染みてんのかな。うん、毎晩ありがとうってお祈りをするね。いいね、それはいいことだと思うわ。それがいい。ソフィーは将来の夢とかはあるのかな。まあ言ってたじゃん、なんか探偵とかなんかいろいろ言ってたじゃん。そうね、ほらビンゴ。大きくなったらアーサーみたいな探偵になりたい。あ、ビンゴじゃん。あれ、医者になりたいんじゃなかったっけ。うん、だからお医者さんと探偵と両方を目指すの。探偵のお仕事にも医学の知識が活かせそうでしょ。まあまあ確かに。いいとこ取りってことか。うん、だからまずはお医者さんになるための勉強。たまにでいいから探偵の助手をやらせてほしいの。元気になってよかったな、本当に。とりあえず紅茶を入れるところから始めてもらおうかな。うん、いや、先生の許可を得ないと。確かに。わーい、ありがとう。ありがとう。いやー、アーサー君、退院祝いに来てくれたんだね。先生も元気だな。ウォルター先生、ご無沙汰しています。ご無沙汰かい。無事にソフィーの手術が終わってよかったです。ご無沙汰だったんかい。ありがとう。閉じ込められたんじゃなかったの。ソフィーが助かったのは君の協力のおかげだよ。全然違うじゃん。最初は初めて行った時さ、めちゃくちゃもう目がギラーってさ言ってたから、もう俺地下室に閉じ込められるのかと思ってたけど、普通やん。それに普通に協力しただけやん。協力してくれたことで、はあ、医学そのものが進歩することができた。騙された。ゲームに騙された。より多くの人が救われることになるだろう。普通に協力しただけじゃん。私は今までの研究成果をまとめ学会に提出する。一昔前ならばやれオカルトだなんだと笑われただろうが、
臨床試験の実績があるのだ。文句は言わせない。ハッピーじゃん。これから先は私個人ではなく医療の分野全体で取り組んでいくべき問題だ。まあ、確かに心臓移植っていうのは大きなもんだからな。大きな、なんていうの、手術だからね。君の行動は医学発展のための礎となる英雄的行動だ、うん、はい、感謝するよアーサー君。いえいえ、こちらこそありがとうございます。人のためになるなら、社会に貢献できるなら、協力くらいお安いご用ですよ。と言って俺の予想がさ、俺の予想当ててくれよ。そのジャックが出てくるっていう。頼む頼む、ありがとう。頼むよアーサー。本当に本当に。あれ、おいおい、元気になってよかったな。あれ、ジャックっていうっていうシーンや。見せてよ。よしてください。せっかく俺予想したんだから。あれを言われると、あ、ソフィーが気にしますから。それでは僕はそろそろ仕事に戻ります。また。あ、いい笑顔、うん、またね。またね。おー、元気だよ俺も頑張るから、お前も元気だな。何これ、何これ。お帰りなさい、アーサー。お邪魔しています。何これ、一夫多妻制か、これ。何だこれ。やあ、お帰り、アーサー。ただいま。お、出た、さっきエンディングで流れてた。二人とも何をしてるんだでもこれ、これをサムネにしたところでさ、何のメッセージつければいいの。何、タイトルがわかんねえ。言われましても、今世間を騒がせている強盗団の件です。うん、中間報告を伺いに参りました。もう信号機っていうタイトルしか出てこないわ。いや、そうじゃなくて、うん、なぜ僕の留守中に二人が上がり込んでるのかを尋ねてるんだけど。ね、合鍵渡したの、合鍵を。それは簡単だよ、アーサー。あ、ビンゴだ。僕が家主から合鍵を借りてきたんだビンゴだな。なあ、不法侵入じゃないですか。すげえ。あなた今日は休みだから留守番をしてるとおっしゃってたじゃないですか。嘘は言ってない、うん、僕は留守番をしていたんだ。本人には一言も断ってないけどね。あなたね。でもこうなるとジャック出てこないな、多分。僕は今この時間だけ自由なんだ。美味しい紅茶を飲むために。せめてアーサーが一人でいる時じゃないと、多分。1分1秒ですら待って無駄にしたくない。だからといって不法侵入は犯罪ですよ。あ、それかあれかな。やれやれ、この事務所もにぎわ、なんていうの、うるさくなってきたな、ジャックっていうどういうことは君も同罪ということかい。それ当てたい。ロンドン死刑のそれ当てたいな。シャーロット刑事。頼む頼む。それは私は仕事で来ているのです。これ当てれたら俺スッキリするから、最後頼む。分かったから。頼む。二人とも落ち着いて、とりあえず仕事をさせてくれ。強盗団の調査結果についてだけど。ああ、調べてんだ一応。アーサーは今も探偵を続けている。しかしグリーンメイスン、クレイグとの戦い以来、彼の脳裏にジャックの声が聞こえることは一度としてなかった。ふとした瞬間にアーサーはジャックのことを考える。ジャックはいつでも僕の体を乗っ取ることができたんじゃないか。まあまあ確かにね。かつてアーサーの体を動かしたジャックはロンドン市街の路地裏にまで移動し、フードをかぶったダリルとの戦いを繰り広げた。とっさに腕を動かしたことは何度もあり、クレイグとの戦う最中にはアーサーの首筋を狙うナイフを払おうともした。だけどあいつは体を乗っ取りはしなかった。いつだって口は出したが、そこまでだ。眩しい眩しい。ジャック・ザ・リッパーの亡霊野郎は退場だ。もう俺や奴みたいな古臭い輩は必要ない。言ってたね。アーサー・ヒューイット、これからはお前たちの時代だ。アーサー、お前なら、お前のような奴がいるなら。これ最終回拡大スペシャルだから、さすがに終わるでしょ。もう少しで俺様を失望させてくれるなよ、相棒。あいつはいつだって僕を試していた。うん、いや、おそらくはこれからも。お、来るか。
じゃあ来ないかな。ジャックと交わした最後の言葉、そこに彼の生き方が垣間見える気がしてならなかった。眩しい、眩しいって、眩しいんだよ。そういえばアーサー、君は紅茶の趣味が変わったのかい。あれ、以前はストレートで飲んでいたのにミルクティー派にくら替えか。あれ、たまにはいいのさ、甘い飲み物は。あー、なるほど。して働く市民の味方だからね、ジャックへのね。そうだろ、はい、どう。お、いいじゃん。時々アーサーは考える。アーサーが怒りや復讐心にとらわれ、人を殺めるようなことがあれば、 きっかけがあればジャックは戻ってくるのだろうかと。だがそんなことは起こり得ない。エドガーと約束したのは復讐を遂げることではない。どんな時でも人として正しくあろうとすることだ。たとえ正しい行動が理不尽な結果を招こうとも、それを背負っていくことをアーサーは決意していた。完璧な世界ならいい人のもとには幸せが訪れる。良い行いをすれば必ずいいことが返ってくる。他人を傷つけなければ自分が傷つくこともない。だが世界は完璧ではない。世界は不条理で非常だ。人もまた完璧ではない。何急にまとめ出してるの、結論ギュッて。時には迷い、間違いを犯す。それでもアーサーは探偵としての生き方を貫くと決めていた。なぜならそれが彼自身が決めた自分の道なのだから。やばい、来ない、クソ、胸クソあり。俺の予想外れた、クソ。またな、相棒。ここで来る。ここで来る。いや、ここで来るのはいいんだけど、俺はあのアーサーのジャックが聞きたかったんだよな。そこまでで俺が予想してたからか。ちょっと惜しかったな。そんな甘くなかったか。そんなに簡単に終わんなかったか。まだまだ俺はね、初心者ということで。これで終わりかな。じゃあ、あ、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー、まあ、てなわけで。なんだかんだ、50本かな、今日はちょうど50本目かなぐらいまで長々と続けてきたこの殺人探偵ジャック・ザ・リッパー、今日もちまして終わろうかなと。まあ個人的にはまあ終わっちゃったなと思うところもありながら、ようやく終わったかっていうところもあって、まあ複雑なんだけど、まあとりあえず、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー、ゲーム実況プレイ、これで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。